クレフトは、かつて松田が製造、販売していた乗用車である。1992年5月に登場。オートザム店専売車として、クロノスのコンポーネンツを使用した姉妹車である。スポーツセガンをコンセプトとしていて、外お及び内装は、クレフ専用のものが与えられた。FF とセンターで不法式フルタイム 4WD があり、FF には2.0リットル &2.5 リットルの、 V6-4WD には2.0リットルの直用のガソリンエンジンが与えられている。ミッションは全車4速 AT のみの設定。クロノスの例に漏れずこちらも全幅が 1750mm となったンナンバー専用車である。オートザム店では上級車種としてランチやアウトビアン機車がラインナップされていたが、オートザム店の大部分を占めていた中小規模の整備工場や 中古車販売店においては、軽自動車や小型車と並べて輸入車を販売することに無理があった。そのため国産の上級車種が必要という販売店の要望に応える形で投入されたものである。しかしながら、発売開始からほとんど売れず、販売台数は92年2129台、93年1979台、94年1五5 3台という、 結果となった。オートザム店のブランドイメージを考慮し、二代目キャロルのイメージを踏襲したファンシーなエクステリアデザインにせざるを得なかったところ、このサイズのセダンを求める層はほぼ30代以上の男性であったため、完全に需要を読み違えていたことも深刻な販売不振の一因である。モデル末期には上部にラジエーターグリルが存在したフロントバンパーが特別装備された。 リミテッド X という特別使用者をリリースしたが、全く話題にも上らなかっただけでなく、販売像にも全くと言っていいほど貢献しなかった。1994年3月に生産終了した、後、同年12月をもって販売終了となった。総生産、総販売台数は5258台。ありがとうございます。